僕が見てきたフットボールのレベルの3倍ぐらいすごかったね。難しいんですか、そういう試合を吹くのは。めっちゃ簡単、もうゲームしてみたいな感じ。2017年の町田ゼルビア対名古屋グランパス戦で、まあ、退場者をこう間違えてしまう、ここでやめようと思った。で、まあ、いろんなことがあったと思うんですけど、2010年にサッカーの聖地ウェンブリースタジアムで行きましたね。イングランド対メキシコ戦、日本人初の主審を務められたと思うんですけど、世界で笛吹いてどうでした？でワールドカップの最終調整でイングランドが、うん、でメキシコも来て、もうメキシコもその大会のダークホースですごい注目、うん、集めてるチームだったんだけど、僕が見てきたフットボールのレベルの3倍ぐらいすごかったね。すごい、うん、すごかった。スピード感、インテンシティ、うん、でゲームのその抑揚とか、まあとにかくスタジアム、お客さんのそういう臨場感とかも全部ひっくるめて。難しいんですか、そういう試合を吹くのは。めっちゃ簡単、もうゲームしてみたいな感じ。逆に簡単なの。逆に簡単、もう思ったとこしかいかないんだ。でもさ、俺今気づいちゃったことがあるんだけど、これやっぱりレフリーの人たちが一番世界のサッカーを知ってるのかもしれないよね。一番じゃないけど、意外と戦術的にどうかとかシステムがどうかって話はちょっと疎いかもしれないけど、でも違う意味でレフリーのその知見っていうのは、うん、例えば日本のとか J リーグのとか WE リーグのアップサイドに貢献できるっていうのはすごくあるよね、うん、そうだよね。そうそうそう、だからよく最近あるほら、両坂井選手だったりとか、うん、大阪選手だったりとか、うん、あとその海外そのまま残ってる選手たちがいろいろと言うでしょ、うん、ヨーロッパのサッカーと日本のサッカーは違うと。俺はそれ全然普通に経験してるから、うん、うん、そうだよねしか思わないよね。だからね、うん、そうなった時に、例えば僕らレッツでアジアでやった笛と J リーグの笛違う、うん、全然違ったでしょ。それって具体的に どう違うの。中東のレフリーなんては、まあ、判定 そのスキルが低いからピッピッピッ吹いちゃう、うん、昔のレフリー、日本のレフリーみたいな。めっちゃ吹く。今はレフリーは割と日本のレフリーはインテンシティ高く、それは世界を目指すからって、多少のコンタクトがあっても、うん、まあ吹く人ももちろんいるんだけど、割とこう戦わせようっていうところはあるよね。ケイタさん的には、あ、今日あのレフリーだから気をつけよう。あるあるある、全然ある。でもこれ海外では当たり前ですからね。海外のチームとか、代表なんかは割と国際レフリーとかそういう海外を知ってるレフリーがチームについてレフリー分析をするんですよ。このレフリーはこういう特徴があるから気をつけてとか、うん、僕はこういうのは絶対やった方がいいなって昔から言ってんだけど。でその翌年、イングランドサッカー協会に登録していない審判で、うん、行きましたね。初めて FA カップ主審務めてたと思うんですけど、やっちゃいましたね。これどうでした？レベル的には JFL とか地域リーグぐらい、日本でいうと、うんうん、技術レベルは全然 J1 の J2 の方が高いんだけど、うん、そのさっき言ったその激しさ、スピードインテンシティっていうのはもう多分全然当時の J1 よりも高い。激しい。だから面白い。だからだって止まらないし、当たっても吹き飛ばないし、ボールホルダーって選手が来るの分かってるんだけど、ボールをキープするってことに主眼があって、相手を抑えるってことにあんま主眼なかったりするでしょ。でも海外の選手って来たら当然まず相手を抑えるってことがあったりするんだよね。もちろん避けるってこともそうなんだけどさ、そういうのを彼らは普通にするのは、そうだよな、これがフットボールだよなっていうのは思ってたよね。なるほどね。でもこれは僕がいくら日本で言ったって、何を言うかよりも誰が言うかって結構強かったですから、うん、まあ、だから別に審判のお前は何言ってんのっていうところはまあ当時あったし、難しいところだよねそこは。でもやっぱレフリーだからこそ知ってる部分っていうのが大きいだろうからね、今後そういった力をもっと使っていかなきゃいけないなって思いながら、で、まあ、2016年に物議も、お持ち出しましたけど、この時ってさ、私はおりません。そうだよね。鹿島対浦和戦のチャンピオンシップ決勝第1戦のピンキー判定、あの時のことを覚えてますか？もちろん覚えてますよ。だって僕が見ちゃったんだもん。見ちゃったんだもん。右サイドにボールがあって、うん、で中に行くなってパッと見たら、うん、まあ心臓と西がいて、うん、西がそのタイミングを見て行こうっていうのが見えたの。あ、なんか多分やるなって思ったんだよ、うん、ドーンと行って心臓がバーンと倒れたでしょ、うん、あ、もう無意識、あの時、ああやっちゃったって思いながらもうピーって、うん、で注視されてない状況だから、うん、みんなは何が起こったのっていうのか、うん、だから多分感覚的にはその現場では僕と心臓と西しか分かんないみたいな。試合後、そう、当時ネットが荒れたらしいんですよ。僕ネットが荒れたのとか知らないですけど、ね、どういうふうに思ってました？まず終わりました。当然鹿島が当然来ると分かって、うん、だってもうさっき言ったように、うん、状況的にみんながピー
PK かどうかっていうんだったら色とそうでもないと思ったんだけど、うん、なんかよくわかんないんだけど笛が鳴ってやるからまた家元調子こいてるよって絶対言われてるだなってみんなが、うん、しかも鹿島スタジアムだから、うん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 、また出たよ家元劇場みたいな、うん、家元劇場よく言われてましたね。絶対にみんなまた思ってんだろうな、またツイートとかさしてんだろうなって思いながらも、うん、で終わってすぐ委員長と副委員長が来られてたから、うん、あれどうでしたって僕らも映像見たけど何も問題ないっつって、でも、まあ、話したのは多分荒れますよと、また翌日から、うん、ネットだニュースだ なんだかんだっつって、まあそんな中でですよ、うん、まあ正しいジャッジもあれば、うん、ちょっと難しいジャッジもある中で、ね、2017年の町田ゼルビア対名古屋グランパス戦で、うん、まあ、退場者をこう間違えてしまうというか、まあ、分からなかったっていうところなんですか、うん、分からなくなってしまったなってしまった、うん、であれはどういう状況でそうなったんですかね。選手がこうごちゃごちゃごちゃってなっちゃったんですか。まあちょっと名前は控えさせてもらいますけど、うんうん、まあ2人こう追っていって、うん、で名古屋の選手がこう行ってパーンと倒した、うん、もう 100% レッドカードだから、うん、躊躇なくレッドカードとその選手の方に向かって出します、うん、でその選手と顔が合ってます、うん、その選手は下向いてふっとくるっと回って、うん、出ていくの、うん、で選手たちがバーンと来るから、まあ、名古屋の選手は PK じゃないのどうのこうのとか、うん、で町の選手がないおかしいでしょっつって、うん、でそれバーンと対応した時にある時にで結局誰なのって言われたの。えさっき出て行って誰も出て行ってねえよっていうから、えって見たら本当に僕のイメージは出てビューっともうゴールのこの辺を歩いてるイメージだったんだけど、あれみたいな、でそこで真っ白になっていない、うん、いない、でも絶対出て行ったよねって、すぐこっち側の近くの副審に聞いたの。さっき選手出て行ったよねって、そのレフリー、あ、副審も、あ、出てきましたっつって、でもいませんねってなって、あ、ごめん、誰か棒出るっつって、僕ちょっと番号すみません、捕まえてませんっつって、やばいってなるよね。俺が分かんない、近くの人分かんない、すぐこっち側に、ねえ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 って、覚えてるっつって、いや、同じこと、やばい、レフリーチーム誰も分かんないって。4審は？もう一緒。ですぐ、うん、名古屋の選手たちのキャプテンを踏まえて、うん、で聞いたの。そしたら3人ぐらい出てきたんだね、名前番号が。だからもう町田の選手たちに聞くよね、うん、なら町の選手たちがなんで我々が家元さんのミスをカバーしなきゃいけないの、自分のミスでしょって、いやそれは分かんだけど、ね、名古屋さんも待ってるし、でもそれはだからあなたの仕事でしょって言われた、うんうんうん、俺一人ぼっちだこれどうすかって、うわだからもうどうしよう、だから思った、もうレッドカードなしにしようかなって葛藤した、うんうんうん、でも明らかなレッドカードがそれもできないと思って、うん、もしそれと俺が名古屋チームだったら、うん、それこそ言うよね、うんうんうん、レッドはダメでしょうってなんか、うんうんうん、俺そうレッドはダメだよなってだからもう絶対に誰かを出さなきゃいけない、うん、でそのなんとなくのこの話を聞いたり集約していくと、その最終的に僕が、退場をお願いした、うんうん、選手がなんか、はい、まあ簡単に言うと作られちゃったんだよね、うん、多分違うよなと思って一応その選手に投げかけたの、丸々さんっていう風に我々の結論になったんだけどって言ったら、いや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 そうだよね、もう顔が絶対違うから反応してるから、うん、なんかやっぱ隠してるなっていうのは思ったんだけど、うん、もういい、もうこれ以上時間をかけられないから丸々さん申し訳ない出てくれっつって、で、うん、彼はやっぱりすごい不満だけど出て行ってもらったっていう、はあ、でフリーキックがして確かそれが入るのね、うん、もうその前から出て行ってる時から僕はすぐ大の審判員に、うん、これ本当にダメだから採用しないんだから記録員に、自分が今知りたいから本当は誰かっていうことを映像の方に確認してもらっていい、5秒で来た何番ですって、うん、ありがとう、あそれはダメなんだ、ダメ、今のだったら VAR だったら VAR になったらそれはもう今人間違いは絶対にダメだよってなってるから、うん、家元さん何番ですってなんかありがとうっつってあのこうじゃなくてピッていけるんだけど、それは、なぜその情報を取りたかったかというと、その後に僕はその選手と話がしたかったから、うん、でその選手の近くでもう、試合を終了してでピッピッピッと止めて、山村さんって僕はすごい残念ってなんか、うん、いやそれはもう僕が悪い、で僕は処分を受けるし、僕が間違ってたんだけど、でも僕はやっぱり本当のことを教えてほしかった、ですぐそのまんま当時の町田の監督のところにすぐ行って、もうすいませんでしたって、うん、
でその後 GM のところに謝りに行って、うん、社長の実行のところに謝りに行って、うん、ですぐさま、まあ、レフリーアセッセが来てたからその人と話してすぐ、審判委員長と、副委員長に電話してこういうことがありました。うん、でもなんかそういう経験がいろいろあって、うん、こうその時、まあ、直後にどう考えたとかこうレフリー辞めようと思ったとかそういうのあったんですか？ここで辞めようと思った。僕がね辞める時にはそのなんていうかな評価は別にどうでもいいんだけどでも自分が犯してはいけないミス明らかな自分があこれ 100% 誤審だなっていう、うん、分かってながらもそれが何も対応できない時には自分はもう腹くくろうっていうのをずっと前に決めたと 100% ね全然違う人になってプレイ時間を奪ったわけでしょ僕は、うん、許せないよね、うん、っていうのがあって僕も辞めようと思ってとただもう一つ、事実としてあるのは、まあ、これあんまり言いたくはないんだけど、うん、でも言うけど、うん、ちょうどその数日前に妻が流産をしてしまって、うん、でそこで家族としてはもうだいぶやっぱり難しい状況だったね、うん、そのゲームに入る気持ちとかがもうそもそも準備できてないから、うんうん、そこはもう本当にプロとして失格だなってだからその2つがあったからこれも俺やめなきゃいけないなっていうのは当時すごく思ったかな、まあ、そこの中でこうあやめようかなってっていうふうに思われたと思うんですけど、まあ、その審判業にこうその後復帰されますよね、うんうん、でそこからこうレフリングのスタイルがこう変わったというか、まあ、そこっていうふうに見られてるとは思うんですけど、うんうん、僕のスタイルが決定的に変わったのは2008が一番のきっかけだよ。あ、そっからなんですね。一番はそこ。そしてあの今年2021シーズンでですね、うん、引退を決断しましたけど引退を決めた大きな理由。自分の美学として中田秀のようにこう惜しまれながらとか後ろ髪引かれながらっていうのってなんかそういうのってかっこいいなってなんか思ってたっていうのが一つあるかな。だからレフリースタイルをいろいろ変えていったのももちろんそうだし、で、まあ、そういういろんな紆余曲折がありながらもなんかこう大体こういうふうにすればゲームってこういうふうになっていくなっていうのがなんとなくもう見えてきて、そういうのもあってああもう自分がレフリーとしてやれることってもうほぼやりきったなっていうのが、じゃあ次これ何しようかななんて考えた時に、例えば自分がレフリーやると僕一人しかいないから1試合だけはなんとかなるんだよね。でも他の柔軟試合はそうじゃない、まあ、僕のもっといい試合もあるんだけど、でもそうじゃない試合もある中で自分が違う立場とか役割とかをやれば僕よりももっといい試合はいいとして、そうじゃない試合に対してなんか僕なりの今までの知見だったりとかそういうもので貢献できることってあるんじゃないのかなっていうふうに思ってて、あるいはその試合以外のところでの誤解だったりとか、なんかこうもどかしさだったりとか変なこう摩擦だったりとか、そういうのをこう解決できることってあるんじゃないのかなっていろいろと思ってて、で去年の年末にシーズン終わってホッとして振り返りをして、で来年行こうって思った時に来年に対するモチベーションがなんかなくなったんだよね。うん、でああなんか分かんないけど感覚的にあここだと思ってっていう感じかな。まあということでですね、今回家元さんと家元正明さんの審判人生について振り返ってきました。長かったね。すごい面白いなと思ったのは家元劇場って言われてたものあるじゃないですか、うんうんうん、この家元劇場がもしかすると家元劇場でなくなっていったのかなというか、あだからこそもしかしたらその場所を離れるというか、うん、次のなんかこうチャレンジに向かうのかなと、うん、またそこでもですね家元劇場を発揮してもらいたいななんて思ったりはしますけれども次ね、うん、いい意味でね、ね、うん、っていうところで本当に家元さん個人でも SNS やられている中でツイッターとかめちゃくちゃ面白いし、僕もいつも見てて勉強になるなと思いながらぜひ皆さんにもフォローしていただいてですね、そして家元さんの今後の活躍にも注目していただいて、ぜひともまた家元劇場を楽しんでいただきたいなと思います。本日はどうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。